ボーン、地球上の皆さん、こんにちは。 K-E-M-I-O ケミオです。 Good morning, Baltimore。 OK、 ということで、みんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。ケミオもう何と言っても今週日本に帰って、しかも今週の土曜日にみんなと会えるイベントがあるということで、もう何ともありがたきのご褒美を天からいただいて、もうどんな形でもいいから今すぐみそぎをしたい、そんな気持ちです。はい、ということで、ちな今日は何の動画をシェアアピするかと言いますと、ついこの間ね、友達とナディアと電話してたの。それでナディアがね、高校生の話にね、花を咲かせようとね企んだの。それでうちがなんか、斉藤さんと覚えてるみたいな話になったの。ほいで、斉藤さんとかってうち多分やってたのって、最後にやったのって4年前ぐらいなんだけど、まあ知ってる人もいると思うけど、なんかランダムでね、いろんな人とね電話がねできるアプリなんだけど、でそれをね高校生の時よく休み時間とかにやってて、すごいね変なね変態チックな人とかいるので、そういう人が出たら、まあ秒でバイバイしてもスワイプでバイバイって感じなんだけど、でそういうのが流行ったなっていうね、懐かしバランスにね花を咲かせてる最中にね、なんか久々にやりたいっていう感情がね騒ぎ出したの。だからね、久方の品方でね、今日はやってみようと思う。そんな感じの動画をお送りします。オープニングね、ベラベラ話しすぎてね、まず全然本題に行かないから、鳥も新幹線の速さで早く本題行ってっていうね意見をね100万件ぐらいいただいたからね、鳥も今全力出してる。鳥もということで、もうアプリをダウンロード済みなんです。ということで、うちがアプリを開いてもうすぐに感じたのは、昔と全然違う。さっきも言ったように、うちが最後にやったので多分4年前ぐらいで、まだ斉藤さんってあるんだ、まだ斉藤さんって流行ってるんだっていうびっくりの感情をご紹介させていただきたいっていうぐらいのレベルなんだけど、本当に全然違うの。うちがね4年前にやった時は本当にシンプルで、電話をするとか黄色い画面で、それぐらいしかなかったの。だけど今こんなにもう見て、カラフルチックのアニメーションチックになって、名前、私ねさっきねプロフィール登録したんだけど、ミータンっていう感じの名前登録した。ケミオでミータンだから別にフェイクではなくない？なんか偽名使ってんじゃんお前とか言ってくる人がいると思ったけど、うち一応ね名前の中にケミオのミで入ってるから、一応偽名ではない。だから鳥間電話する。早い。もしもし、最初の一発目で切るってさ、どんな器？なんかすごい今のね、久々のね、4年前とね、この音は一緒なの。切られる瞬間、テルルルってなんかゲームオーバーみたいな感じでさ、すごいなんか病んでる感情に持ってかれるような BGM だったんだけど、これで思い出した。斉藤さんってさ、すぐさ、男の声だと思ったらすぐ切るんだよね。なんでか知らないけどさ、これ男のユーザーと女のユーザーどっちが多いの？取り巻きを取り直してもう一回行くよ。次は可愛く行く？次は可愛く行ってみる。ん？もしもし？もし？何なのみんな、空気上にギャルを相手にするなみたいな薬入ってる今。二度あることは三度あるということで、多分次も切られると思うので、そこは逆手に行こうと思いまして、次はもっと可愛い声でいきますね。もしもし、もしもし、もしもし、もしもディンティコリン、もしもし。てかこれケミオってバレるのかな。もし、もし？聞こえてる？どこにいるの？繋がってるなら話してよ、声聞きたいよ。ねえ。マジさ、前半のさ、話の下りさ、すっげえクソ早くさ、新幹線急にさ、ぶっ飛ばしてきたけどさ、こんな感じでさ、本編に着いたのにさ、本編でこんなバン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 切られててさ、全然本編の本編に進まないっていう状況でさ、ほんとごめんね。次は絶対成功させるから、みんなのためにお話ししたいだけなの、人と。それだけ。あ、やっほー、ぬるやっほー。もしもし、もしもし、あ、私の電話出ちゃった？喋らないと損だよ。うちだよー、うちだよ。もしもし、もしもし、声が全然聞こえない、どうしたんだろう。責められてる、うち今。お前、お金だろ絶対。攻めの体勢燃えるんだけど。なんか聞いて、うちね今ね4年ぶりに斉藤さん始めたの。したらね、もう4回かけても全員出てくれなくて、あなたが一番最初に喋ってくれた相手なの。だから仲良くしよう、よろみ。はお前、今日初めてタイヤローが踊るんだ。え、斉藤さんだけ3日乗ってるぞ。頭悪い。頭は一応ね、高校時はね偏差値36とかだったから意外と悪いんだけど、でも偏差値36どれぐらい低いか知っとんかお前。
わかんない。通信レベル、わかると思う。やっとつながっておしゃべりできると思ったらすごい強気な人で怖かった。もしもし、もしもし、もしもし、元気？こんにちは。こんにちはっていうか、おはようだね。おはよう。おはよう。早起きだね、好き。ん？早起きだね、好き。そうだね。お仕事だったんですか？いや、休みですよ。ホリデー。ホリデー。うん、めっちゃ？めっちゃ？え？ホリデー。ホリデー。ホリデー。めっちゃ？めっちゃ？ホリデー。ホリデー。イエーイ。わかった、もう次はもうケミオで行く、もう次はケミオで行く、バレていい。もしもーし、もしもーし、こんにちは。おはようやろ。おはようだった、ごめん、おはようだった。なんかたまになんか、あ、なんでこれさ、絶対さ、斉藤さんってさ、最初さ、みんなさ、喋んないでさ、謎の空間を与えてさ、相手が女か男か判断したりとか、声でさ、ブスとか可愛いとか判断してさ、それでさ、喋り始めるっていうタイプでしょ。それ将棋でやったら負けだよ。しまーし。何歳？私は22になりました。個人情報晒したんだけど、私。斉藤さんってこういうもの、みんなこんなに出てくれない？え？え、それってダメなの？斉藤さんの中で。そういうアプリ、ここって治安悪すぎない？そういうアプリ知らない。お兄さんは何を求めてるんですか？チナ、俺も女を求めてる。どういう女ですか？おっぱい見せてくれる女。そういう女はいません。動物園に行きましょう。ありがとうございました。ね、私がさ、4年前にさ、斉藤さんやってた時もさ、確かにさ、卑猥な男性は結構いたけどさ、今さ、4年経ったさ、今はさ、もうなんていうの、開放的な卑猥さんになったの。めっちゃホーリーデイ。もしもーし、もし、何、元気？誰だよ。うちはわかんない。俺、君のこと知らねえんだ。バレた。なんで本人ってわかったの？何が起きてるの、そっちで。大丈夫？もしもし、ケミオです。いけるね、声。え、違う、本当にチナ本人なの。え、そうなんだ。え、なんでそんな仕様なの？こんにちは、元気？声似てるね。だから本人なの。気にしちゃねえよ。急になんでそんな、みんな優しくしてくれないんだけど。人々に何が今。私、ミータンって書いてるから、みんな女の子かと思って期待したら、こんなごっついさ、なんか巨人の年みたいな声の男がさ、喋り始めるから、みんなビビって切っちゃうんだね。理解極まった。さっきのお兄さん、マジヒント与えてくれてありがとう。鳥も今から秒速の速さで名前を変える。私、多分もう覚えてないぐらいマジで電話かけてんのね。この動画もう30分経ってんの、撮り始めてから。もしもし、もう鳥も喋ろうよ。もう男とか女とか関係なくない？ 2018 年。もう鳥も喋ってさ、なんか楽しい話してさ、元気になろうよ。それだけで命が求めてるものは。ありがとう、笑ってくれて。切らないでお願い。会話しよう。元気？朝から元気やね。そうなの。もうお兄さんがやっと出てくれて、そのためにもう今ね、もうマジで正直に言うけどね、30回ぐらい電話かけてんの。でもみんな切るのすぐで、うちの第一声聞いた瞬間に、私ってそんなブスみたいな。何なのって。地球、はい、一ついい？いや、せっかくいい声するんだから、もうちょっとゆっくり喋ったらどうかな。挑戦しますね。はい、元気ですか？あ、いいね。いいね。何してるんですか？何してる？朝起きて朝飯食ってたからかな。あ、そうなんですね。はい、こんにちは。なんか正直に言うけど、ゆっくり喋るって言うとなんか全然自分が出ないっていうか、言葉につまずいちゃうんです。どうすればいいんだろう、この悩み。Leave it after me, okay?
Yes, one more time. Elm. It's all right.もしもし、これは今日も最後の電話です。元気ですか？よかった。お兄さん、 YouTube とかってちなみに見ますか？僕の隣にいる子がいますね。変わってもらってもいいですか？あ、ケミオ面白いよね。私ケミオです。なんで？え、喋り方めっちゃ似てる。思った。私ケミオなんです。ケミオなんですか？本当ですよ。俺、ツイッター結構見るもん。ありがみ探検隊、それは本当に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ビデオ行きます？全然いいですよ。ビデオにしますね、じゃあ。ビデオにします。マジですか？マジですよ。行きますね。マジですよ。行きたいっす。おもろだ。うわ、すげえ。すげえ。元気？えお。マジだよ。よかった。僕ね、正直に言っていいですか？はい、これ YouTube 撮ってて、今日4年ぶりにやってるんですね、斉藤さんを。それでもマジでリアルに40回ぐらい電話かけて、もう切られまくってて、最後の人だったんです。最後の人だったんです。だから本当に感謝の気持ちがもう止まらない。ビール券送ります、家に。ありがとうございます。お兄さんたちもこう多分朝だと思うんで、日本頑張ってくださいね。はい、好き。いやー、なんと私に気づいてくださった方がいました。まあ自分から聞いちゃったんだけど、もう最後だからっていうことで。でも本当に私この動画で、ね、だいたい今1時間ぐらい編集したから、もう10分とか短くなっちゃうんだけど、だいたい1時間ぐらい撮って、マジでかけてかけてかけまくって、怖い人もいて、もう優しい人もいて、冷たい人もいて、もういろんな人がいたけど、最後にいい人が出会いました。本当に地球ってうまくできてる。最後は絶対ハッピーエンド、ディズニーの作品と一緒だねみたいな状況。ありがとう。ぶりにね、斉藤さんやってみてね、思ったのはね、もうみんな基本全員強気、本当にもうね、戦士並み本当に。ということで、またみんなで来週会える日っていうか、今週の土曜日会えるのを楽しみにしてるから、みんなも一週間頑張ってね。じゃあね、好き、バイバイ。あ